ファーストキスストーリー2、あなたがいるから12回目です。前回まではアイドル姫乃ちゃんルートでしたが、今回からはホームレス界のアイドルななみちゃんルートに行こうかと。いや、パープルかななみちゃんか迷ったんだけど、いや、パープルはちょっともうちょい取っておこう。最初からでいいのかな。今からプレイするのか。プレイするよ。そちら既読スキップを使っていくんで、もうこの辺はガーッと一気にね、テンポよくいければなっていう。まあ、ななみちゃんの場合は、ひたすらアクアパークにいれば、なんとかなるんじゃないかなっていう。ああ、これは最初のみんなとの出会い。みんなこの時ここに集まったんだね。ななみちゃん。でも共通ルートの部分でもね、ななみちゃんのお話は結構いろいろ語られてたんだけどね。名前を入力してくれ。渡瀬海斗。やだ、渡瀬海斗。渡瀬海斗やだ。知らないやつだもん。あ、これ毎回入力しないとダメなのか。一作目の時はね、なんか大丈夫だったんだけど。はい、今回も。伊助大輔くんでいきますよ。頑張ろうぜ。頑張ろうぜ。あ、ミキちゃんね。ミキちゃん、ランちゃんらへんも気になるんだけど。ホームレスの先輩、ななみちゃん。いや、ななみちゃんのね、この雰囲気がすごい好きなんですよね。5月1日。なんか選択肢とか追加されてんのかな？どうなんだろう？ 2 週目っていうことで。ん？とちょっと待ってね。ログ見てもよくわからんな。セーブをこまめにしていきつつ、でもアクアパーク側に、行けばいいんじゃないかな。一周目と来て何なんだっけな。ちょっと忘れちゃったな。だって姫乃ちゃんだけで11回やってるんだもんね。動画1本1時間だとしても11時間プレイしてんだよ、もう。姫乃ちゃんだけで11時間だよ。恐ろしいな、ちょっと。アクアパーク側に行きましょう。あ、既読がつく。あ、でもななみちゃんだ、はい、あ、昨日のたらじんでた方、もう大丈夫なんですか。ぐ、なんかいきなり負けた気分だな。そんな段ボール重ねて何作ってんのかなって。あ、これで段ボールハウスお目見えか。私の家なんです。家なのこれ。はい、こう見えてもすごく暖かいんですよ。壊れにくいハニカム構造で、つなぎ目にはロウを使ってるんです。多少の雨なら平気ですよ。 DIY だよね。ちゃんと新聞紙も敷いてます。新聞紙って暖かいだけじゃなく、使われてるインクにちょっとした殺菌作用もあるんですよ。よくそんなこと知ってるね。生活の知恵ですよ。あ、かわいいいいね、ななみちゃん。ななみちゃんもその早くななみちゃんルートになりたいんだよな。イチャラブしちゃいたい。ダンボールハウスでのイチャラブ生活を期待しちゃうぞ。これさ、覚えてんのは一番最初さ、ウィンズスクエア行ったらマナミがいたんだよね。うわー、マナミもう一回会いたい。でもここはアクアパークでしょ。マナミじゃなくてナナミに会いに行きますから。あ、ナナミに会いに行く。これだね。あれ、俺多分一周目の時、ナナミに会いに行くとか選んでない気がするんだよな。そりゃ、ナナミちゃんルートで、とか言っていると思う。あんな子もいるんだ。とても素直そうで感じのいい子だ。おまけに結構可愛い。結構どころじゃなくてめちゃくちゃ可愛いでしょ。しかもあんなに立派な段ボールハウス。だったら、ここは狭いところに高い家賃で入ってるのが馬鹿らしくなる。風呂とかトイレとかはどうしているんだろう。トイレは公衆トイレとしてもさすがに風呂はな。夜中に噴水をシャワー代わりにしてたり。そのあたりのこともあるし、もう少し周りの環境をよく見ておくか。ふむふむ。ここからトイレはななみちゃんの段ボールハウスとの中間くらいにある。
飲料水は所々に何箇所か水飲み場があるみたいだ。最近作り直しただけにあって、どこも綺麗で衛生的には問題なさそうだ。あとは風呂の問題、現実だけどな、どこか近くの銭湯か。銭湯イベントもでもあったよな。あそこにいるのはななみちゃん。あ、これは飛んだドスケベ CG ですよ。いや、まあお水飲んでる、お水飲んでるだけだけど、なんかエロいな。 YouTube の AI にバンされそうな謎のエロさを感じるぞ。これ筒状のものから出る溢れ出る液体をがっつり飲んでるわけですからね。これは大丈夫なのかな。彼女は水を飲んでいただけだったのだが、あまりにもその姿は綺麗だった。それは綺麗という言葉で片付くものじゃなく、もっと表現しにくい女らしさや色気のようなものも兼ね備えていた。確かに色気がある。ななみちゃん、こんにちは。また会ったね。あ、どうもこんにちは。お水飲んでるななみちゃん、エロかったな。いや、まあそんなところかな。ずっと見たとは言えない。この公園のお水は地下水をほとんどそのまま汲み上げて飲料水としているそうなので、結構いけるんですよ。地下水そのままなの？体に良くないんじゃ。大丈夫ですよ。もともとこの辺りは良質の水源地だったそうです。詳しいな。相当深いところから汲み上げてるんで、年中通しても冷たいんですよ。この子もお嬢様なんだっけ。元は似たような境遇なんですよね。だからね、いいとこの子で今ホームレスっていう。直接っていうのは、もちろんちゃんと調べる人が定期的に水質を調査してるみたいですから。でもこのサバイバル生活でななみちゃんの体内というか、だいぶ鍛えられてるんじゃない。言われてみればもうずいぶん前から天然水のブームではある。はい、それと同じですね。秋月の天然水、天然のミネラルも多く含んでいるので、このお水でお米を炊いても美味しいんですよ。へえ、そうなんだ。ななみちゃんは物知りだな。知ってるんじゃなくて覚えちゃうんです。動物が教えられなくてもすぐに立てるようなものですね。なるほど。なんか合っているような違っているような微妙な引用だ。要は生きていくのに必要だから自然に覚えたということだよね。適応していったんだ体が。そういうことですね。俺恥ずかしながらあんまりそういう知識ないんで、いろいろ教えてね。はい、大したことは教えられませんが、私が知っていることで何かお役に立てる。かわいいな、ななみちゃん。ななみちゃんルートのななみちゃん、かわいいな。俺やっぱこういうなんだろう、その子ルートに入ってる時のイベントが好き。共通イベントより。アクアパークは伊達じゃなかった。ほう、じゃあ夜もアクアパーク、ここは共通だな。あー、姫野ちゃんか。うん、ん、つよしからメール。うん、ななみちゃんってメールやり取りできたっけ。でもなんかイベントがあった気がするぞ。そんな、あ、姉ちゃんか。これ姉ちゃんのおっぱいイベント見ようか。いい感じって、うわー、なんだ。あら、なんではないでしょう。エロい姉ちゃん、久しぶりに可愛い弟の顔を見に帰ってきた。優しい姉なのに。弟におっぱいを押しつける姉がいるかい。姉ちゃんいきなり現れて、ハイボレ、いや、ボンドイジジイのような脅かし方すんなよ。もうジジイとは失礼ね。声をかけようと思ったら、あんたが妄想モード入ってたんで、せっかく付き合ってあげたのに。付き合わんでえちゅ。そうかなんとか言っちゃって。背中に当たるこのふくよかなものの感触をじっくり堪能してたんじゃないの。自分の武器分かってんな。シトランワイ。あら、そう、お姉ちゃん残念。ノリが
ノリが古い。でもこの古さ好き。姉ちゃんね。でも本郷寺の真相というか、その辺を語られていくのはやっぱ姉ちゃんルートなんだとは思うんですよね。早めにやった方がいいのか、後に取っておくべきか。そうそう、このキッスの話もね、やっぱ姉ちゃんだよね。姉ちゃんの話だよね。大学別よしか。まだまだ全然謎なのがかりんちゃんだな。あー出た。かな、かな、かわいいよ。初代ヒロインはやっぱオーラが違うよね。うん。あー、ななみちゃんとこれなんだっけ、一緒にご飯を食べに行く、買いに行くのか。あーはーはー、ちょっとね、ちゃんとイベントを見ていきたいんだけど、この一度見たイベント、一個一個のイベントがすごい長いから、既読スキップを使わないともう永遠に終わらなさそうなんで。あ、で、こういう場所はアクアパークを選んでいこう。まあ、一応セーブはします。そう、一周目の時はアクアパークはななみちゃんだから、つって避けてたと思うんだよね。アクアパーク。さて。お、お、お？散歩する風呂に行く。これどっちだったっけ、俺何選んだ。でもお風呂に行って銭湯のイベントってのがここだったっけ。ん、あ、ななみのところに行く、これか。女の子なんでちょっと聞きにくいけど、ななみちゃんだった後はちゃんと教えてくれるだろう。お風呂のことね。ななみちゃんいる。こんにちは。どうかしましたか。そのちょっと聞きにくいんだけど、ななみちゃんはお風呂とかはどうしてるのかなと思って。入ってますよ。入ってんのか、つってがっかりするのは違うよね。いや、俺は臭いななみちゃんが好きなんだよ。銭湯かどこか。そうですよ、お仲間さんの中には適当に済ます方もいらっしゃいますけど、さすがにこればっかりは。16歳の女の子だもんね、この子ね。そりゃそうだよね。この近くに銭湯があるの。はい、ここから歩いて行けるところにちゃんとありますよ。うん、場所を教えてもらってもいいかな。では今日の夕方一緒に行きましょうか。はい、ななみちゃんと。ダメですか。今回は一緒にお風呂入っちゃうとかないかな。やるわけないか。銭湯で婚浴はないだろう。では行きましょう。用意ができたらお迎えに行きますね。あ、お願いするよ。本当にいい子で助かる。これで共通、あ、既読になった。なるほどね。これであれだよね、なんかいろいろ、なんだっけ、バスタブに、バスタブじゃねえや、風呂桶になんか入れて、それが醍醐味なんですよみたいな。シャンプーなんてどうし、なんか一緒に入ろうとしちゃって照れるところみたい。そんなんあった気がする。タオルと石鹸も。ななみちゃんありがとう。ななみちゃんを待ってる。だからななみちゃんもゆっくりしてきていいから。これいいシチュエーションだよね。ではまた。うん、じゃあ行きましょうか。おうよ。それじゃあ後で。了解。じゃあ後でですね。そうだね。これいいね。そうだよ、後でまただよね。良いではないか。後ろついてきてこられても。え、入り口一緒じゃないの。そんなことしたら捕まっちゃいますよ。良いではないか。たまには一緒にお風呂に、一緒にお風呂に入るイベントとかないのかな。か、変わった方ですね。これ好感度下がってね。引かれちゃってんだけど。ななみちゃんに言われた。
この子のでも天然っぷりがすげえ可愛い。はい、今度こそ。この子さ、金髪、金とは言わないか。髪の色どうしてんのかな、染めてんのかな、地毛なのかな。アクアパーク。ああ、ななみちゃん。俺こっちの服装も好きなんだよね。黒いこの何ポロシャツタンクトップみたいなのとジーパン。昨日夜更かしでもしたの？はい、ちょっと。ああ、これで内職してるって話ね。ウィンズロードしか行けない。ああ、これで IT か。出た、パープル。パープル気になるよな、パープルシナリオ。パープルキャッツ、一体どこの石川由美なんだ。ん、姉ちゃんがいた。後をつけないでいいんじゃないかな。あ、カナダ。ちゃんと一作目のハッピーエンド後のカナっていうのがいいんだよね。いろいろパラレルワールドにはなっちゃうけど、全員一作目に出てくるみんながハッピーエンドの後っていう、10人の俺が存在してるっていうね。姫野ちゃん情報はちょっと今回に関しては俺はいいな、別に。ななみちゃん情報が欲しいぞ、つよし。ん？パープルキャッツの話題がここで出てくる。姫野ちゃんのこのライブを見に行くのは、そっか、これは共通イベントだったわけか。姫野ちゃん、まだこの時点では全然売れないアイドル。いやー、これがビッグになっていきますからね。あれ、これどっちだ、ウィンズスクエア、ウィンズロード。おー、ちょっとわからんな。でもいるとするならウィンズスクエアでまたそのタイムセールを狙っているんじゃないのかな、ななみちゃん。ウィンズスクエア行ってみようか。ああ、合ってた。こんにちは。既読にもならない。やった、新規イベント発見。こんばんは、かな。何か買いに来たんですか？前にななみちゃんに教えてもらったタイムセールの買い出しに。じゃあせっかくなんでご一緒しましょうか。ななみちゃん忙しいんじゃないの？大丈夫ですよ。うん、そうだ、せっかく来たんですから。ちなみにね、声優さん、ななみちゃんの声優さん説明書によると、吉田愛理さんで読み方合ってるかなっていう方みたい。身長160センチ、体重48キロ、3サイズ上から84、58、86。うん、身長がやっぱ高めだよね、160センチ。まあ高い、まあ高い、うん、普通か。うん、ってことみたい。実はちょっとお腹が空いた。ななみちゃんいいお声だよな。この食料品売り場は結構使えるんですよ。はい。ここは試食品が多い売り場なので、一周するだけでも小腹くらいは満足できるんですよ。うん、試食品ってあんまり食べたことないな。ほとんどのものが売り出したい商品なので、大体は美味しいんです。店員さんがついてるところは何回もいただきがたいですが、それでもめげずにチャレンジです。昨今はほとんど見かけないよね、試食品ってね。まあこういうご時世だからってのもあるんだろうけど。うん、でもな、たまになんか怖そうな人がいるよ。大丈夫です、ポイントは買うぞっていう心構えです。なるほど。最初からその気がないと確かに嫌な顔される時はありますね。買うぞね。ちょっとやってみましょうか。ん、あ、なにこれ。かわいいな、ななみちゃんは。何食ってんのこれ、卵焼きと、なんだろう、赤いのはなんだろう、チェリー、チェリーじゃないよな。
すげえ、とっても美味しそうに食ってるように見える。こりゃこの客買うな。は、何店員になってるんだ俺。どうですか、何かもう一つどうぞって言いたくなりませんか。いい性格してんだな。なったなった、すごいよななみちゃん。そのうちあなたもできるようになりますよ。やっぱり女性はみんな女優っすよ。じゃあいつかは試食だけで、食っていけたりして。多分それは無理だと思いますよ。だって顔を覚えられればおしまいですから。本当なんかおっしゃる通り。ああ、あくまでも非常食。すんごい規模の小さいパープルキャッツだねこれはね。試食品を食い漁っていくっていう。今日はまた大変勉強になりました。まあ、またそんな言い方をする。師匠と呼ばせてください。もうかわいい。照れてんのいいな。お、っていうイベントだったわけか。なるほどな。ん？これなんだ、家のパーティー。あー、姫野ちゃんに呼び出しをくらったんだっけ。そっか。いや、じゃあこれはちょっと心が痛いけど、姫野ちゃんルート、フラグを折るっていう意味合いで、行かない！ごめんね、姫野ちゃん。前世の俺が頑張ったからきっと大丈夫だ。会いには行かない。ちょっと心が痛いなぁ。5月6日、アクアパーク。さすがに休日の昼の公演は人が多い。お、ななみちゃん。おはようございます。あー、これゲンさんじゃないっけ。うん、あ、ほらゲンさん。いやー、若いもんたちは元気だね。うん。おー、坊主。ホームレス仲間がどんどん増えていくんだよね。あー、これあれか、一人一世の一か。前回どうしたんだっけ、あげたんだっけ。じゃあ下げようかな。一世のゼロ。左手も親指を押さえた。よって合計本数はゼロ。作戦失敗、一撃で負けてしまった。このイベントきついよな。おめでとう左手。でもこれで勝ったと思うなよ。まさに手に汗握る素晴らしい勝負だ。出た、パープル。これ一世のはなんか関係あんの、勝ち負けどうなんだ。でも直後にパープルが出るってことはパープルイベントなのかな。謎だな。で、姉ちゃんの差し入れ。お、ここはじゃあまたアクアパークでいいでしょう。何が辛いって食事。これ既読にならないですね。神様、仏様、あ、涙、如来様。誰でもいいけど、俺に飯の種を、効率のいいバイトがしたいぞ。あ、ミキちゃんだ。なんだ？なんか飛んできたぞ。手紙。噴水に行くのじゃ。なんじゃこりゃ。行ってみるか。おっと、まただ。芝生に行くのじゃ。はいはい。この時点でもうミキちゃんと出会える感じ。そっか、これ今思えばここでミキちゃんと出会っといて、5月12日だっけ、6月12日だっけ、あの姫野ちゃんのカラオケイベント、それでいけるんじゃない、カラオケイベントって。なんかそんな気がする。もっと早い段階でミキちゃんに出会っておけばいいんだきっと。だろうな。ダンボールハウスに行くのじゃ。さては、ななみちゃんだな。ななみちゃん、どうしたの。ちょうどいいところにいらっしゃいました。手伝っていただけますか。カラオケイベント見たいけどな。無理だよな、姫野ちゃん。そうですね、うん、そうかしら。姫野ちゃんフラグがっつり落ちちゃったからな。こちらです。はいはい。ですね、
この公園には座敷わらしが住んでいて、良い子にパンをくれる。そうです。それでですね、これ何何なんかミキちゃんとやってんのか。橋のたもとで日頃の感謝のお祈りをするんですって。この辺でいいのかしら。ななみちゃん何読んでるの。メール、手紙。あ、何も読んでないです。この子ミキちゃんと仲いいんだよな。さあお祈りしましょう。はあ、吐息がエロい。無防備だよな。何をされても文句言えない。そんな、何言ってんだ。犯罪者の思考なんだよな、これ。大丈夫？何をされても文句言えないぞ。いや、まあ、ね。こんなにたわわなものを、ほんと無防備にぶら下げて、目をつむってるんでしょ？ちゃんとやってますよ。あ、ごめん、エロいこと考えてた。はいはい、ただいま。感謝感激、雨あられー。お、あ、ごめん、間違えた。なになに、なんか当たった。あ、うわ、見て、パンがたくさんありますよ。どういう状況なんだかよくわかんない。なんと信じられないことだが、目の前にはパンの山があった。と言っても20個ぐらいだけど、パンの山。祈った甲斐がありましたね。どれも美味しそうです。え、それ食べるの？大丈夫かな？降ってきたパン。もちろんです。だって座敷わらしさんがくださったんですもの。なるほどね。座敷わらしさんは一緒に食べないのかな。出ておいで座敷わらしさん。チャレンジャーだな。今日は恥ずかしがり屋さんみたいですね。ではお家でいただきます。というかこんなにパンどうしたの。ミキちゃんは。ありがとうございます。ミキちゃんって言っちゃうけどさ。ほら、あなたも言わないと。はあ、ありがとうございます。そうそう、お礼はきちんとはっきりと。じゃあ戻りましょう。おお。パンもらっただけ。パンだけで終わっちった。なるほど。駅前広場。パンで思ったけど、ななみちゃん洗濯でどうしてんだろう。あ、ななみちゃん、おはようございます。なんでパンで思ったんだよ。絶対パンツのこと考えてんだろう。ななみちゃん、パンツってどうしてんの。今日はまた一段と幸せそうな顔して。何かいいことでもあった。わかりますか。わかっちゃいましたか。いや、俺なんかもうすっかりななみちゃんも虜だな。すごいいい空気感を持っている子だよ。ティッシュを山ほどもらったとか。ぷっぷー、違います。じゃーん、ほら、これ見てください。あ、これ携帯か。携帯イベント、ここでななみちゃんとアドレス交換か。なるほど、ごめんなさい、既読でした。お、あー、病院行きたい。病院行くと日和ちゃんに会えるんだっけ、この日。でもまあ、ここはあくまでアクアパークで。はい、ゴールデンウィークも終わって人の行動が日常に戻った。午後になってから人が増えてくる。お、はるかちゃん。ああ、これミキちゃん。片付けてきたよ。出たよ、座敷わらし。うん、行くか。はるかちゃん可愛いね。攻略できないの。というかこの子、そっか、普通に友達いんのか。だってさ、当たるだけにドキドキもんだよ。もっと気をつけなきゃダメじゃないの。あいつにも言われたでしょ。ん、あいつ。ごめんなさい、見捨てないで。ん、これだけ。謎イベントだな。ちょっとミキちゃんがいよいよ本格的にわからん。夜のイン、あ、これかりんちゃんじゃないっけ。かりんちゃん初登場。あ、違う違う。あ、パープル、またパープルだ。イミシンパープル。ななみちゃん、
あーこの人ね、徳さんだ徳さん。ナナミ、どういうわけがあってかわからないけどホームレスになってしまった徳さん、人にはいろいろそれぞれの人生があって、おっとここで記録が終わったぞ。そうだ、ところでナナミちゃん、はい、なんかちょっと追加イベントというかいろいろあるんだな。さっき商店街まで電池を買いに行ったんだけど、すごい人だかりができていたんだ。何か見せ物でもやっているのかな。人だかりですか。ああ、あれ、これでも見たことあるな。よく当たる占い屋さん。そうなんだ。はい、私も占ってもらったことはないのですが、これだからかりんちゃんのことですよね。何でもよく当たるととても評判ですよ。あれ、これなんでここ既読にならないんだろう。閉まった後の銀行屋さんの前とか狭い路地の前でやってたりするんですよね。うん、そういえばさっきも閉まっている店が銀行の前だったような気がする。そんなに有名なんだ。あの辺でやるようになったのは本当に最近みたいですよ。なんとなく先月くらいからでしょうか。あれか、これ初めて聞く会話なのかな。毎日やっているわけではないみたいですし。そうなんだ。でもそんな短い間に有名になるなんてよっぽどよく当たるんだね。あんまり信じちゃいないけど、今度俺も何か占ってもらおうかな。何か気になることでもあるんですか。とりあえず明日がどうなるのか教えてほしいよ。大丈夫ですよ。お天道様に恥じない生き方をしていれば。してるんだよ。お天道様に恥ずかしいんだよ。一人で一世の一ってやってんだぜ。要は恥よ。信じているかいないかね。お天道恥よ。人の生死そのものは大した問題じゃありません。悟ってんな。ななみちゃん、さすがサバイバル生活で得たそのメンタルは凄まじいものがある。どんなに裕福な人でもお坊さんだね。次の日に生きている保証はないのですから。ぐ、参りました。七海ちゃん、占いを肯定しているのか、それとも否定をしているのか、やっぱりよくわからない子だ。前向きなのはよくわかった。あら大変、もうこんな時間になっちゃいましたね。それじゃあ今日はこの辺で。はい、そうだね、いろいろありがとう。おやすみ。はい、おやすみなさい。いつかさ、ななみちゃんのダンボールハウスにお泊まりイベントとかあったらいいね。つよし、あ、あいこ、え、これってさ、あいこって何、誰ルートのイベントなんだろう。これ相当謎。いやでもこのオカルトチック、いやオカルトではないか、かりんちゃん、いやでも違うよな、かりんちゃんとはメールアドレスのうちに交換するんだし、というかみんなメールアドレスは交換するんだよね。これが謎すぎてわかんない。あいこ、ん、なんかこんな BGM 初めて聞く気がする。間違い、いやメルトもなさそい。誰ともわからない人間とメールをするのって面白いのかもしれないけど、一応警戒無視しよう。でもう一つ、ウイルスメールに注意。どうしよう、次あたりにアイコがまたメールを送ってきたら返信するかどうかっていうのを、確かそんな選択が出る気がするんだけど、どうするべきかね。謎なんだよな。ななみちゃんはでも関係ないかな、今回はスルーしていっか。あ、でも誰イベントか探るっていう意味合いでも返信だけはちょっとしてみようかな。ね、夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろしていこうよ。さあこの辺は、あ、姉ちゃんのミスケンのお話ね。パープルね、パープル、ウィンズロード。あ、でカリンちゃんか。既読スキップしてもこれだけずっとかかるんだもんな。これずっとやってたらそれ11時間かかるわ。かりんちゃん、あ、でもあいこからメールが来たこのタイミングでかりんちゃん、やっぱかりんちゃんかな。
ウィンズロード。でパープルイベント、あ、アクアパーク秋月駅、まあここはアクアパークでしょう。でもちょっとしばらくセーブができていないんで一回しておこう。今何日だ、もう結構でもテンポよく進めてる。5月11日、うん、アクアパークへ。そういえば昨夜は風の音が強かった、どこかほつれているのかも。あった、ここから隙間風が入るのか。布を接着剤で貼っておこう。ボロハンカチを切ってと、ベタベタベタ、ほい完了。ヌール暑さの生地、布地じゃないし。おっと、カッターしまっとかないと、踏んづけたら大変。つっ、なんてこったい。刃が1ミリほど出ているじゃないか。チューチューチュー、血が止まらん。ななみちゃんに絆創膏をもらおう。これ、ななみちゃんにチューチューしてもらうイベントじゃないの？持ってなかったら、ななみちゃんにチューチューチューしてもらおうか。捕まれ、お前はもう。それじゃあね、ななみちゃん、困ったことがあったら、キクちゃんにチューチューされんじゃないの？キクちゃんのチューチューはマニアックすぎるな。それじゃ、またね。はい、いってらっしゃい。あら、いらっしゃったんですか、ななみちゃん。でしたらご紹介しましたね。ななみちゃん、血が止まらないや。誤解そうな人だ。今の方はキクちゃんです。キクちゃんは私たちのお仲間さんの一人で、数少ない頼れる女性の一人なんです。うん、とってもしっかりしてるのにすごく優しいんですよ。へえ、まるでお母さんみたいだね。ななみちゃん、あ、ごめんなさい。そうそう、ここの滞在が長くなるなら皆さんにご挨拶しなくては。この辺既読、あ、ならないか。ごめんごめん。ところで俺血が、ななみちゃん、俺血が止まらねえ。ななみちゃん、他ではそうはいきません。血が止まらねえんだけど。そんなもんなの？人が集まる場所には規則ができます。それを守ってこその自由ですもの。快適に暮らすためには。うん、うん、うん、ちゃんと聞いているよ。血が出てるじゃありませんか。ななみちゃんがゆっくり話すおかげで血だらけだよ、俺の手は。そうだっけ、ピリピリしてきた。カッターで切ったんだ。出血の割には大した傷じゃないけど、絆創膏か消毒液持っていないかな。どこへ行くんだ、部屋と反対だぞ。何？ありました、濡れた葉っぱ。ヨモギです。ほう、清流で洗ってきましたから。いや、サバイバルの知恵だわ。これを。濡れたヨモギ、ごめんなさい。え、食べた、食べるの？え、指を買ってくれ。これはドスケベイベントの予感。指？血を拭いてくれるんだ、ありがとう。うん、うん、タオルも清流で絞ってくれたんだ、冷たくて気持ちいいや。もう十分かな。もう十分かな。何が？うん、あら、バクン。うん、え、ドキ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 、バク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 。ななみちゃん、理性の限界が。バクン。どういうこと？はい、これで大丈夫ですよ。今指チューチューされたってこと？俺ダメかも。大丈夫。ここ CG 欲しかった。ヨモギは血を止める効果があるんです。解熱作用もあるんです。そう。顔真っ赤ですよ。ヨモギを口に含んで、ななみちゃんの口の中でくちゅくちゅされちゃったんだ。生活の知恵をたくさん教わりました。あなたもお話ししてみると。
ふえお鼻から血が。ビバキクちゃん遺言ビバキクちゃん、あらあら、お鼻によもぎ詰めても大丈夫かしら。貧血ですねこれはもうねどんなイベントやアクアパーク行きましょう。なるほど、いいイベントだった。あ、CG 欲しかったな。指パクするななみちゃん欲しかったな。あれ姉ちゃんと、ご主人様、姉ちゃんイベント、ドア姉ちゃん。しかし暑いわねここ。ほらクーラーボックスに冷えた飲み物よ。もちろんおつまみ付き。姉ちゃんあ、どうどうどう、懐くな、暑苦しい。土産付きとはどうしたんだ、俺に何か頼み事。いやね、そうよ。いやそうなんかい、なんだよ。うん、荷物整理してたらこれが出てきたのよ。懐かしいから遊びたいな。がっつり姉ちゃんイベントかこれ。でも家の人たちじゃ相手にならないから。うん、チェス、そういえば昔やったな。貴族っぽい遊びしてんな本当に。ゴブゴブだったのよね。悔しいけどさ、それも面白くって。へいへい、どうせ他は勝てませんよ。いじけないでよ、お土産付きよ。ねえやろうよ、チェス、そう、チェス勝負。姉ちゃん人格変わってるぞ。そういやチェスだけはいつも姉ちゃんが誘ってきてたっけ。おっしゃ、たまには姉孝行するかじゃあ用意するわ。あ、好きなの食べて飲みなさいね。うん、チェスってやったことないな、ルールを全然知らない。ロフトに上がって一日中してたわね。まだ中3ぐらいだった。もっと若かったよ。そんでしばらく禁止になった。あのあとさ、私一人でこっそり取り返そうとして見つかったのよ。そんなにチェスばっかりハマってたの。俺も誘ってくれればいいのに。覚えてないの？誘ったわよ。あんた反対したじゃない。そうだっけ、悪い悪い、もう時効だよと。あ、それ待った。チェックメイト2連勝。いいね、チェックメイト、一回は行ってみたいね。まあまだ。うーん、もう一回と言いたいけど、今日はこの辺で終わりね。そうだな、もうこんな時間か。なかなか楽しかった。中学の時にでもチェスやるってかっこいいからモテるんじゃない。ゴブゴブだったしね。俺中学の時将棋部だったけど全然モテなかったからねチェス部、チェス関係やってるって言ったらね、モテるんだろうな。将棋は全然モテない俺の勝ちだよ。はいはい、お土産で帳消しよ。チェス置いてくわね、また遊びに来るから。うん、構わないよ。女の子誘う道具にしちゃダメよ。よし、ななみちゃん誘おう。ななみちゃん誘って、あのお口の中によもぎとチェス入れてくっちょくちょにしちゃうからね。ん、くっちょくちょしちゃってんじゃん。降りそう、通り過ぎるまで待つ。それじゃあ帰れなくなるわよ。あ、もしかしたらあのよもぎイベントもドリームキャスト版は CG があったとか、エロすぎるからソニー PS 版は規制されたとか、そういうのかな。違うかな。だとしたらどんな CG なんだよ、よもぎ指くわえてんのがエロすぎるってん、中で待つ、狭いけど。帰るわよ、タクシー使うから送らなくていいわ。姉ちゃんもう暗いから送る。いいってば、戸締まりしっかりするのよ。戸締まりも何もな、どうやってしろって言うんだ。知らないわよ、大人なんだから自分で考えなさい。失言したかな、兄弟の親睦を深めた後だというのに。姉ちゃん目的はチェスだったんだろうか。遠回しに俺の生活や友人関係を聞かれていたような気もする。まあ気にはなるか、お袋に頼まれてきた可能性も大だな。え、姉ちゃん
やりやがったな、ケンさん。ついに理性をなくしたか。何があった？ あそこ、人が。誰だ、酔っ払いか。姉ちゃん、ごめん。謝ることないさ。この暗がりでわけのわからん動きをした人影見えたら俺でも驚く。そう。あ、結局何でもなかったの？送ってく。姉ちゃんには悪いけど、暗がりでどこかしら怯えた姿が嬉しかったりしたりもし、嬉しかったりもしたりした。ありがとう。ちゃんと女の子なんだ。あ、こういうイベント見ると、姉ちゃんもいいなって思えるな。なんとか機嫌を治った様子。一度口から出た言葉はどうやっても消せないからな。気をつけよう。5月12日。さて今日は、ななみちゃんの新規イベントは何かあるかな？あ、これ、これか。河原を走る陸上少女。その名も小早川蘭。さあ、この俊足。いい感じ。圧倒的速さを持つ彼女に迫る黒い影。追い抜く。俺速え、俺超速えのね。曲の壮大さも相まって、このアニメーション好きだわ。これただ財布取りに家に帰っただけとかだよね、確かね。今のって私素人に抜かれた。あ、フラワーキッズか。ん？5月、これ既読つかない。5月第2週、母の日か。おー！バイトバイト。お金ももらえて、カーネーションももらえて、こんなにいい話はないね。マナミイベント？まさかの。え、マナミバイトしてんの今？へー。カーネーションももらえて、あ、フラワーキッズでバイトしてんだ。今はマナミがついでるんだ。ついでるっていう言い方もおかしいけど、カナじゃなくてマナミがやってんだ。へえ。ああ、今日一日だけじゃなくて、一日バイト。毎日働きたいよ。マナミかわいい。マナミいいな。あ、行かないでマナミ。俺も働きたいけど、花屋の柄でないことは自分がよく知っている。うぐ。この新規イベント何だった？すげえ、マナミイベント増えるのか。あ、アイコか。これどうすっかな。私の運命を変えてくれる人はあなた。私はアイコ。どうして返事をくれないの？これちょっと様子を探って返事をしてみるってのはいいんだけど、怖いのが、返事をしたことによって、アイコルート、まあおそらく俺はカリンちゃんだと呼んでるけど、そっちルートに入ってしまうんじゃないかっていう。でもまあ一回変身するぐらいは大丈夫かな。ちょっと探りを入れてみるか。変身する！メールする！偶然でも何でも俺にメールが届いたんだ。これも何かの出会いと思えば面白いかもしれない。俺は伊助大輔。いいよ、メルトモになろう。送信。どうなんだこのカブトムシ。カブトムシからのメール。あ、学校か。学校だよね。朝一の特別講義に行くか行かないか。でもこれ行かない方がなんとなくホームレスイベント、ななみちゃんイベントは起きそうな気配はあるんだよな。どうすっか。姫野ちゃんの時はね、全部講義は出たんですよね。ちょっと今回は行かず。うん、行くのはよそう。本当は行く方がいいんだけど、こっちの方がおそらくななみちゃんじゃないのか。エルクル？少年ジャガじゃん。あれ？ああ、既読。既読？これ行っても行かなくてもどっちでもいい感じ？ちょっと行くパターンを。行くパターンを見ると、ああ、ランちゃん
ランちゃんをまた走り抜くことでここに来るわけか。なるほど。ここはパープルイベント。あれ、カブトムシからメールが来ないぞ。カブトムシ結婚したね。カブトムシのアイコ、アイコね、歌手のアイコ結婚したのはびっくりしたな。あ、講義、これどっちがいいかな。ちょっと一回行かないを選んでみるけど、なんかあんま変わんないかな。行かない。お、秋月駅アプリコット、秋月駅アプリコット、秋月駅に行ってみるか。これかりんちゃん、ちょっと待って、そうだよな、かりんちゃんだよな。何かしらのパラメーターがちゃんと、なんか自分の中にあるこの勉強パラメーターみたいのがもしかしたら上がってるのかもしれない。だとしたらちゃんと学校には行った方がいいんだけど。いや、これランちゃん、ランちゃん関係なだけか。あ、そうだね、アプリコット、あ、パープル、これパープルイベントなんで、あ、ごめんなさい、ちょっとやったりも、なんか行ったり戻ったりで、既読のつく、既読のつくかりんちゃんイベントでサクッと済ましちゃおう。ここは夜はアクアパーク。あ、既読なくなった。銭湯にでも行くか。ななみちゃんも一緒かな。いくらテント生活でも風呂にはちゃんと入らないと。しまった。え、着替えを忘れるなんて、俺って最近忘れ物が多い。たは、大丈夫か俺。いや、大丈夫じゃないね。あれ、パープル、あ、探ってんじゃねえのか、うちのテント。こんばんは、どうしたの、何か用。本当にこんなところに住んでるんですね。あははは、見ての通りだよ。不用心かつ不衛生って感じですね。言ってくれんな。取られるようなものはないからね。見た目よりは中は綺麗なんだぜ。なんだったら入ってみる。遠慮しておきます。そんなリスクの高いことはできませんリスクが高いで、何か用。いえ、別に、妙な噂を聞きつけたものですから。噂？公園で若い男が女の子をたぶらかして自分の住んでいるところに連れ込んでいるというそんな噂立ってんの、たぶらかす。ちょっとちょっと、それは俺じゃないよ。事実関係は知りませんが、他人が見ていたらそういう風に見えているのかもしれません。あ、なんか姉ちゃんが入ってたのとかを目撃されてそんな噂になってるとか。そりゃ誤解だ、陰謀だ。何にせよ、火のないところに煙は立ちませんから、日頃の言動慎んだ方がいいんじゃないですか。うん、慎むって何よ。では、私はこれで。パープルキャッツ、貴様の心をいつか盗んでやるからな。ってなんで彼女がそんなことに首を突っ込む必要があるんだ。警察でもあるまいし。確かに謎イベントだった。お、え、え、メールです。あれ、この子オープニングアニメーションの子。あれ、アイコちゃん、え、アイコ、あれ、カリンちゃん、あれあれ、どういうこと。メルトモになってくれて、本当にメルトモになってくれるんだ、嬉しい。私のメールに答えてくれたのはあなただけなの。これからいろいろお話しましょうね。ちょっと待ってよ俺は勝手にあのオープニング映像に出てくるピンクの髪の子は、なんかカリンちゃんの髪の色が変わっている、何かしらの事情で髪の色が違うのかなって思ってたけど、違う、あれ、アイコちゃんなんだ。へえ、じゃあこれちゃんとヒロインの一人って感じ。
女の子だよな。へえ、そうなんだ。じゃあかりんちゃんは何なの？というか愛子ちゃんは何なの？うわ、また謎が増えた。どうしよう、メール送んなきゃよかった。なんだあの子。マジか。あれ、学校行かなかったら即終わっちゃった。学校行った方が良かった。あー、いやでもちょっと戻ってやり直すのめんどくさいな。まあいいか。心理学。あなたは正義のヒーロー。みんながあなたに感謝している。その気持ちをどう表してほしいですか？当たり前のことだ。感謝はいらないさ。かりんちゃん。かりんちゃん、あいこ。あ、違うか。よく見たら全然違うもんな。いや、髪を下ろしたらあんな感じになるのかななんて思ってた。桜の妖精さんなのかなって思ってたけど、思った以上にもっと別になんか複雑に話がありそうですね。これは愛子イベント、アクアパーク、ナナミちゃんのところに行ってみるか。いろいろ聞いてみたい。あ、これは既読なら、あ、なる、既読になっちゃう。ちょっとこれなんか良さそうなイベントだからちゃんと見ようか。分からなかった私は自分だけで生きてるつもりになってたんですね。うん。後から聞いたのですけど、私が公園に住むようになった時、公園の管理人さんたちは大反対したそうです。何があっても責任が持てないと。ここに住んでるみんなはいい人だっていう話ね。でもその時、自分たちが必ず何とかするからと頼み込んでくれたのもおじいさんたちでした。私はおじいさんたちにもう一つの人生をもらったと思っています。なのでその人生を今楽しんでいるんですよ。本当にあの頃は楽しかった。ああ、このアニメのやつか。これ可愛いんだよね。よっこいしょっと。おお、七海さんや。今日は源さんから魚を分けてもらったよ。さあ、おろすのを手伝っておくれ。おろす、おろす。はい、おろしました。ななみちゃん、魚をおろすっていうのは身を取りやすいように包丁を入れることを言うのよ。そうなんだ。この照れ顔が最高なんだよな。着ている服装もね、お嬢様だもんね。この時の服どうしたの？いいおじいさんたちなんだね。そういえば俺はそのおじいさんだって方まだ見ていないね。去年亡くなりました。おばあさんも後を追うように。大丈夫、ななみちゃん、秋月氏には転生があるから。ここね、がっつり転生してくれるから大丈夫。おじいさんおばあさんもね、生まれ変わって幸せになってますよ。私はそのおじいさんたちと過ごした楽しかった日々が忘れられず、こうして今もこの生活を続けているんです。これがっつり結構肝心要の話をしてるよね、ななみちゃんルートの。分かっていただけましたか。昔話でした。いい話だったよ。人の価値は生活の豊かさで決まるものじゃありません。おじいさんたちはそのことを私に教えてくれたんです。そうだね。そうか、ななみちゃんはいろいろ苦労しているんだ。だからそうやって天使みたいにみんなに優しくできるんだね。そんなんじゃないですよ。そうかな。人のそういうのってどれだけ似たような経験をしてきたかだと思う。俺も見習わなくちゃ。今日はいい話をありがとう。それじゃあここで。はい、それじゃあ。ホームレス界の天使。で、かりんちゃんか。ああ、かりんちゃんがね、
ヤンキーを護身術でやっつけるっていう。カリンちゃんとアイコは関係なかったか。いや、まだわからんな。どうなんだろう。このまあ、信じない方がいいのかい？記憶喪失をしているっていうお話ね。メールやばい、ちょっとアイコ、アイコが怖い。メールです。誰なんだお前は。どんな人？あなたってどんな人？私はそうね、女子高生としておきましょう。髪やロングのストレート、自分で言うのもなんだけど美人かな。あはなんだそりゃ。うん、このノリはでも好きだな。ふふ、美人で女子高生か、本当かな。返事のメールを出そう。あはは、自分で美人って言っちゃうんだ。俺は大学3年、自分ではイケてると思ってるよ。と、送信。これ大丈夫かな。なんか、アイコフラグが立ってそうで怖い。どっかで、へし折らないと。アイコフラグを。って言ってたらもう結構いい時間になっちゃった。今回ここまでにしておきましょうかね。いやー、ななみちゃんルートに入ったはいいものの、ちょっとまだね、新規イベントが少ないんで、もっとテンポよくどんどん進んでいかないとな。やっぱ第2章に入ってからが本番になってくると思うんですよね。どうなってくんだろう。ななみちゃんもホームレスをやめちゃうとか、家の問題が出てくるとか、そういうことなんじゃないのかな。だってずっとこの生活を続けるわけもね、まあ、主人公もそうだけど、そういうわけにもいかないもんね。どうなるんだろう。いや、アイコ不安。アイコに返事しちゃったのが怖えな。どうなのかな。はい、それでは今回はこの辺でご視聴いただきましてありがとうございました。さよっぱい。